じゃあ、早速です。こちら展示室の今入り口なので、順番に入り口から、見ていきたいと思います。カメラさん、ついてきてください。はい。はい。こちらが、展覧会のメインビジュアルになっております。ビジュアルがまずは一番、正面のところに、あります。こちらのマーク、はい、もうちょっとカメラさん寄っていただいていいですか。はい、こちらのマーク、SDGs のビジュアル、17のゴール、色分けしたあのマーク、バッジが、今、世の中にたくさんありますけれども、この副題となっております、17の的のもとには芸術がある。それをイメージしたあのマークになっております。いわゆるカテゴライズされたものが17の的があるんですけれども、その的を達成するには、当然人間の行動変容、生活の新しい様式が必要となってきます。各芸術ターゲットのところには数値、期日であったりとかパーセンテージであったりという数値化されているものがありますけれども、やはりそれを達成するのもやはり人間の行動が変化していかないとその数値が達成できない。そしてましてそれを継続させていくには、ただ数値を目標を達成するだけではなくって、本当にその気持ちとして自分が例えば CO2 をとかマイクロプラスチックをとかジェンダーをっていう心の底からそれを行いたいという気持ちが動かないと、やはりそれは継続していかないと思います。いわゆる心が人間の行動をやはり継続的なものにするかしないかっていうところが大きなポイントになってくるかと思います。でその心っていうものっていうのはどこにあるのかって言ったら、人間のこの気持ちの中にある。人間の気持ちっていうのはもういろんな色合いが混ざっていて、いろんな気持ちになっていくって、その気持ちの部分っていうのをこのいろんな色が混じっているっていうところで表現していて、アートっていうのは人の気持ちっていうものを対象とした活動になります。でそうするとアートっていうのはどこにあるかというと、アートっていうのは人間の外にあるんじゃなくて、人間の気持ちの心の中にある。まさにアートっていうものがこの17のゴールを達成するこの真ん中のところに、ここにある。その人間の心が動くことによって、それぞれのゴールが達成されて継続的なものになっていくという、そんなあのマークになっておりまして、今回タイトルにあります SDGs×Arts、 芸術がいかにしてこの SDGs のゴールを達成するために機能していけれるか、そして社会のために役に立っていくのかっていうことを発信していこうという、そんな挑戦的な展覧会になっております。ということで、ここにはですね、その周りに今回これは I love you プロジェクトという芸大のプロジェクトの一環としてやっております。芸術が社会の中に発信機能するようなことを発信していこうというプロジェクトの一環で、今回は今年2回目なんですけども、今回は SDGs をテーマとして展開しており、各研究室、芸大には美術、音楽、映像という研究科、そしてさまざまなセンターがあります。その現役の教員、学生、そして卒業生を対象として、日頃芸大のみんながやっている活動を改めて SDGsに紐づけて接続して発信していこうということで公募いたしました。でその中で選ばれたものに対して芸大の助成支援をいたしまして、その中から今回展覧会20作品がこの展示として出ております。今日はそのうちの4人5人をちょっと紹介していきたいと思います。ではこちらの方にどうぞ。はい、ギャラリートーク的なあの組み立てになっておりますが、今日はあの実際に作家が
来てくれてる人たちを優先的に紹介していきたいと思います。美術館は5時が閉館なので、すでにお客さんは誰もいなく、作家にちょっと残っていただいております。まあ、芸大の美術館、このように、とても大きな空間の中に、いくつか作品がありまして、まずはこちらの作家から紹介したいと思います。はい、はじめまして、こんにちは、はい、東京芸術大学美術教育研究室の渡辺と申します。よろしくお願いします。はい、渡辺先生、よろしくお願いいたします。渡辺五代先生は芸大の美術教育の研究室で教員をされておりまして、はい、その美術教育の中で渡辺五代先生がここ数年やっているプロジェクトを今回展開しております。ちょっとこれを説明していただいていいでしょうか。はい、こちら展示なんですけれども、タイトルを青森縄文漁網プロジェクトと言います。青森県から委託を受けまして、本学の美術教育研究室と、あと工芸科の、染色研究室、の共同研究ということで、まあ、青森県の特色である、まあ、三内丸山遺跡に、代表されるですね、縄文文化、それをテーマにして、青森県内の子どもたち、小学校、中学校、高校、まあ、それに限らず、障害学習という形で一般の県民の方々にですね、縄文文化に、触れる、機会を創出するということで、出前教室というようなものを、まあ、オンラインという形になってしまいましたけれども、昨年度から行っております。で、かれこれ県内、青森県内の学校さんでも20校ぐらいは実施しておりまして、さらに今年度については、まあ、縄文文化というのは日本各地に、その痕跡ありますので、都内の学校、あるいは関東圏、千葉、神奈川、埼玉、などの学校さんで、この出前、授業をやっております。で、具体的にどういったことをしているかというとですね、この、カラムシという、まあ、アジア名でチョマって言ってますけども、この麻の繊維なんですけども、非常にこう繊維が強くて長い素材なんですね。それでもって、まずは糸をよります。こういう形で、糸をにしまして、ね、でそれをですね、これも本学の染色研究室の、が開発というか教材として作ったものなんですけど、オリジナルの、専用編み機です。これで、このような形で、編みを編んでいくということを、生徒や児童の皆さんに、指導をして、やっていってもらっています。で、それをですね、つなげていって、このような、すいません、形で、大きく連結していきます。で、これをですね、最終的に巨大な漁網にしまして、9月の中旬に青森県の陸奥湾で、地引き網を実際に行い、まあ、当時の漁労というんですかね、それの、まあ、検証実験といったら大げさですけれども、まあ、東京大学などで丸木船を作って、で台湾から与那国でしたっけね、黒潮をそれで実際に渡れるかどうかみたいな検証をしたと思うんですけども、まあ、それをまあ美術の、想像力を駆使して、漁網を作って、それで実際に魚が取れるかどうかっていうのを、試してみたいなというふうに考えております。でその後、それで終わりではなくて、この、プロジェクトは来年度も続きます。さらに、これをつなげていった作品を、デザインし直しまして、青森県立美術館という、美術館で、来年の秋に、展覧会を行います。このプロジェクトの、まあ、成果展ということで行
行います。でその後ですね、この網に種子ですね、種、植物や、樹木の種を、和紙にすき込むシードペーパーというのが あるんですが、それを制作するワークショップを行って、この網にそのシードペーパーをこう取り付けていくわけですね。でそれを、まあ、ある程度の大きさに切り分けまして、その参加していただいた学校さんの校庭だったり、まあ、希望するところに、埋めて、でそこから発芽をしてで、まあ、最終的に、植栽となって、まあ、いわゆるカーボンニュートラルの一助になるような、そういった、次世代に向かって、まあ、縄文、現在、そして未来というような、そういった形で、つながる、プロジェクトというふうになっております。はい、ありがとうございました。本当、美術の、授業というと、はい、お絵描きをしたりとか、はい、工作をしたりっていうのがきっと小学校中学校ではあるんですけれども、はい、やっぱりそこもまあ大事ですけれども、もっと、地元の歴史とか、はい、そして、まあ、ジャンルを横断して、ものを作りながら地域のことを学ぶ、うん、作るっていうものを作るってことがさまざまなものとこう継続してつながっているんだっていう、うんうん、そんな学習っていうのが大事だっていうのが渡辺五代先生の、まあ、美術教育の中でやられていることかなとは思いますけども、はい、やっぱりどうしても芸術っていうとね、なんか手を動かしてものを作って一人の個人作業みたいなイメージがあるけども、うん、そこはそれだけじゃないっていうのはありますよね。そうですね。だから、まあ、私が言うと語弊があるかもしれないですけど、まあ、絵が上手くなったりするっていうことだけが美術を学ぶっていうことではないと思うんですよね。やっぱりその美術を学んだことで、何か身につく力っていうのが絶対にあるはずで、でそれを、しっかりとですね、子どもたちに、伝えることで、まあ、社会に出た時に、まあ、こういった想像力を、膨らませて、ものをゼロから枯れ草みたいなものからこういった道具を実際に作っていくっていう、うん、そういう、なんていうんですかね、無から有を作るというか、そういう力を、まあ、これからのその答えのない時代と言われてますけれども、そこを生きていく人生を豊かに生きていくためには必要になってくることなんじゃないかなというふうに思っております。はい。で渡辺先生、実際ここに今テーブルがあって、はい、自然に作った、はい、素材があって、ワークショップもここでできる。そうです。今お客さんが一緒に作ってる、お客さんといいますか、これを学内ワークショップで、芸大生たちにも、希望者にですね、この前期の間、作ってもらっていたこういうパーツがあるんですね、まあ、そうやってみるとあれなんですけど、一枚一枚こういうものになってまして、それを、希望者を募って公開制作という形でこの展示、と同時にですね、ここの作業台をでですね、こうちょこちょこ作って会期中に、どん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 つなげていっているということになります。はい。この形はなんかすごく不思議な形をしてますけども。そうですね、この形は、はい、これの半分でして、半分の形です。で、このベロみたいな形を4枚使って、はい、要は袋状のものを作りたいと、うん、まあ、完成予想図がここにあればよかったんですけど、袋状のものを作って最終的にそこにこう魚を追い込んでいくっていう、そういうものを作っております。でその型紙っていうか型枠になります。はい、はい、という渡辺先生の展示ですけども、上川大臣、何かお聞きになりたいことがありましたら。今のその、草からですね、糸を紡いでというか紡いで、そしてそれをネッティングを折って、そしてつなげていくっていう、はい、このそして漁網にしていくという、そこの一連のプロセスは縄文時代の中で何かこう記録というかエビデンスというものに基づいて
やってらっしゃるのでしょうか。ですね、まあ、縄文というと土器がやっぱり有名だと思うんですけれども、こういった植物繊維のものはやっぱりほとんど出土はしないんですね。まれに漆塗りのものとかが出たりするのが本当にごくごくまれな状態で出てくるんですが、まあ縄文っていう意味は縄目の跡をこう土器につけていくっていう、それがまあ非常に優れたデザインのものになってると思うんですけど、ということは土器に縄目の模様があるということは当然こういったものは出土はされてないけれどもあったであろうと、そしてそれを使っていろんな生活用具を作ってたんじゃないかなということは想像されると思うんですよね。ですので、まあ、本当にこう考古学的に正確かどうかっていうのはちょっと私はそこまではわからないんですが、まあ、美術というジャンル領域であれば、アートという領域であれば、想像力を膨らませて、縄文時代のことをですね、想起しながら、まあ、こういったことで網を作ってそれで魚を取ってたんじゃないかな、籠を作ってたんじゃないかなっていうような、そういうイメージに基づいてやっております。今未来につなげていくっていうふうに先生の方でご説明いただいて、過去と現在と未来をつないでいくっていう話がありました。でそのつなぎ方は、はい、たくさん の可能性があるので、はい、いろんな発想で変わっていくことができるという意味では、まあ、人によってはいろんなチャレンジができるということなので、まあ、それの、はい、こう同じことをやっていてもその伸びていく方向性についてはいろんな可能性が開けてる、いくのではないかなというふうに思うんですけれども、ありがとうございます。非常にワークショップにもちょっと参加をしていきたくなるプロジェクトで、ありがとうございます。思いました。はい、ありがとうございます、はい。ありがとうございます。はい。では渡辺さんありがとうございました。では次の作家のコーナーに移りたいと思います。はい、はい、こちらになります、ちょっと出囃子のような音が聞こえてきまして、さてさてこれはというところですが、はい、こちらはですね、タイトルは寄り道芸大座と言います、東京芸大の中に演奏芸術センターという、ところがありまして、そこは奏楽堂の中のプログラムを考えたりとか、さまざまな、芸術活動で、そして、今日この作品を、出していただいている楠田さん、こんにちは。はい、よろしくお願いします。楠田さんは、はい、障害とアーツという芸大を行っているプログラムがあります。それを、ここ、何年かね担当して、その中で出てきているこの寄り道芸大だという作品になります。今落語が流れておりますが、これがどう SDGs とつながっているのか、じゃあ楠田さんちょっと大臣に、プレゼンテーションをお願いいたします。はい、よろしくお願いします。演奏芸術センターというところは舞台ですとか、演奏会を企画制作するところではあるんですけれども、それとは別に授業というのもいくつか開講しておりまして、そのうちの一つが障害とアーツという授業です。でその授業というのは、まあ、障害を通してアートを考えるというか、例えばその視覚障害の方にとって音楽を理解じゃない、絵画を理解していただくとか、聴覚障害の方にどうやって音楽を理解していただこうかとか、まあ、芸大生ってまあいろんな専門の人がいるので、まあ、視覚絵を描いたり音楽作ったり詩を描いたり、そのさまざまなメディアを駆使しながら、その障害者の方にどうやって芸術を伝えるのかっていうところから、まあ、芸術の本質みたいなものがあぶり出されてくるんじゃないかというような授業をしばらく開講しています。ただまあ我々演奏芸術センターの本業としては舞台制作ということがありますので、まあ、そういう視点と舞台っていうのはどうにかしてつなげられないかなと思っていたときに、日本の伝統芸能というのが一つテーマとして浮かび上がったんですね。で日本の伝統芸能っていうのは、まあ、今回は、具体的に言うと落語ですとか、浪曲、日本舞踊、あと能、
の 4つのジャンルを想定しているのですが、例えば落語にでもですね、まあ、いわゆる障害者というか、目の見えない方が出て主人公として出てきたりとか、いわゆる愚か者キャラクターの与太郎みたいな人が出てくるんですけれども、別にその中でそういう方々が差別を受けているというか、そういうわけではなくて、縦横無尽に活躍して、なんかその一つの世界が広がってるみたいな、そういうなんていうかおおらかな世界観があるように思えて、まあ、そういう日本の伝統芸能を、まあ、SDGs という視点から見せることによって、なんかいろいろ今のヒントにもなんかつながるんじゃないかなというところから、今回、企画したと。たまたまそれでも I love you プロジェクトのテーマが SDGs ということだったので、ぜひこれはちょっと、まあ、テーマとして合うんじゃないかと思って、応募したところ、採択いただいたということです。はい、はい、で今落語がありましたけども、落語の、ね、ネタの中には結構与太郎話的な、はい、そんな登場人物がさまざまな、まあ、きっと今で言ったら本当こうちょっとこう、まあ普通じゃないな、ちょっとねこう障害を持った子たちが、まあ、近所の長屋でみんなに可愛がられながら、生活しているっていう、その人情話、まあ、最終的には途中はなんかいろいろあるけども、最後にはこう人情話としてこうほんわかしてみんなでやっていこうぜっていう話が、ね、たくさん、そうですよね、必ずしもそこでなんか答えが出るわけではないんだけれども、うん、別になんかちょっと間抜けな やつだからそこでもう排除しようとか、そういう話ではなくて、うん、基本的になんだかんで言っても最後はうまく落ちて終わるという、うんうん、そういう話で、逆に言うとまあそういう話だから今までずっと残ってきたっていう部分もあると思うんですけれども、そういうのがもっと、スポットライトを当たってもいいんじゃないかなと思って、で、はい、でさらに言うとそれ、まあ、落語はそういうことなんですけれども、他の日本芸能の芸能のジャンルにおいてもそういう視点ってもしかしたらいろいろ見出せるんじゃないかなと思って、今回その落語以外にもなんかないかなと思って探して、うん、幸い芸大には法学科というですね、能ですとかあと日本舞踊とかを専攻する学生さんとか先生方もいるので、まあ、そういう方々のご協力もいただきながら講演を実施しようかなと思っているところです。はい、そういうところもいろんな多様な人がいるこうシーンがとてもこう人間性あふれる、はい、まあ、そんな、ものがこうある、はい、そこに芸術というか人らしさっていうのも見えてくるっていうことですよね。そうですね、はいはい、おっしゃるとおり、はい、草さん今ここバイオリンの演奏が映像では流れていますが、はいはい、こちらもちょっと説明していただいてもよろしいですか。はい、これは一番最初に申し上げた障害とアーツという授業の一コマで、毎年ゲスト講師の方々をお迎えしているのですが、この方はバイオリニストの、まあ、世界的なバイオリニストの川端成道さんという方なんですけれども、目が見えない方なんです。ただ、まあ、研鑽を積まれて、まあ、世界的なバイオリニストにもなったと。でそういう方 の授業で非常に面白くてですね、例えば音楽家にとって要は楽譜を暗記するアンプするっていうのが、楽譜を見てアンプするっていうのが一番難しい作業なんですね。要は演奏会の本番で楽譜を何も見ない状態で全部弾き通すっていうのは結構一番大変な作業なんですけれども、視覚障害の方々にとってはそれがもうデフォルトというか、もう その状態がもう当たり前の状態なんですね。それどうやって覚えるのかとか、そういう体に刻み込まれた技術とかその考え方っていうのは、なんかすごい、いわゆるその障害を持ってない普通に楽器をやってる人間からするとなんかもう驚きの感覚みたいなのがあって、そういうのをまあ学生に、まあ、音楽の専攻をしてる学生たちもいっぱいいるので伝えると、なんかもう非常に盛り上がるというか、あそういう音楽の考え方もあるんだっていうような感じになりますね。なんで一応毎年一応川端成道さんには来ていただいてますね。でその中で今年はコロナでオンラインの授業になってしまったので、何曲か披露してくださいといったところ、心よくまあオンラインではありますけれども披露していただいたと。その一部を今流させていただいているということですね。はい、そうですね、まあ、障害とアーツっていうキーワードと、大臣このマイク聞こえてますでしょうか。聞こえてます。はい、が進化して、はい、第6巻の次の7つ目の感覚っていうことで、
七冠っていうような言い方もしてましたよね、はいはい、障害ってキーワードを使わずに。そうです、はい、あの我々の授業と、まあ、演奏芸術センターでまた公演ができないかということで2019年の12月なんですけれども七冠シアターという、舞台を芸大の総学堂で行いました。これは日比野先生おっしゃった通り、まあ、五冠でも六冠でもなくその先のさらに七冠をなんか目指そうじゃないかという壮大な野望のもとにですね開いたんですけれども、例えば義足のダンサーの方に出ていただいたりとか、まあ、目の見えない方とかいろいろ出ていただいたんですけれども、そういうのがなんかそういうエネルギーみたいなのが集まるとさらになんか個別ではなんか表現できないような世界がなんかそこになんかぶわっと来てですね、非常になんか革新的な舞台ができたんじゃないかという自画自賛しているところなんですけれども、うん、はい、はい、本当、はい、そうだと思います。はい、草さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、大臣何か草さんに質問などありましたらどうぞ。はい、私も実は日本舞踊を小さい時から習っておりまして。そうですか。今そうした伝統の芸能の中にさまざまな今回でいけば障害があってもその中のコミュニティの中で生き生きと生きてらっしゃる、それが、まあ話題としてもこう持続して、汎用性があるというか、どなたにも共感を得ることができると、まあ、そういうところを新たにただ受け入れるだけではなくてその中に入って、はい、探していくというディスカバーしていくっていうちょっと面白いこう行動も促すことができるんじゃないかなと思って、ちょっとワクワクしながら聞かせていただいてまいりました。ありがとうございます。日舞をされてたんですね、ずっと。七冠シアター、第七冠シアターですか、はい、引き続き頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。誰一人取り残さないっていうことは、新しいものを価値をしっかりと皆さんに持っていただくっていうことなので、気がつかないところにはい、が見えてくるという世界だと思いますので、ぜひまた新たなディスカバーしていただいて新しい感性を磨き上げていただきたいと思います。 ありがとうございます。ぜひご覧にお越しになってください。はい、ありがとうございます。はい、草田さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、次の作品に移りたい、ちょっとお隣の作品になります。はい、渡辺五代先生そして楠田先生お二方美術館に来ていただいておりますが、このあと2名登場しますけれども、2名はちょっとオンラインで参加させていただきます。こちらの作品、はい、写真がありまして、そして先ほどからちょっとこのカメラでは追い切れてないかもしれませんけど、上の方にですね大きくタイトルがついております。タイトルというかキャッチコピーが、この井上さんの作品のところにはですね、今ここに映っております人間尺度は絶対尺度ではないという気づきというキーワードが出ております。はい、一体これはどういうことなのか、井上さん。はい、はい、こんにちは。こんにちは。はい、この間はありがとうございました。はい、今日はオンラインになりますけれども、はい、はい、こちらの写真、写真的ドローイングが2つ、そしてその手前にはですね、はい、何があるかというと、はい、ブロックのような石のような、これ重たいですね、これが、はい、ここに散らばっております。はい、では井上さん、ぜひ大臣に、プレゼン、はい、はい、お願いいたします。よろしくお願いします。井上修司と申します。先ほど日比野先生からご紹介いただいた人間尺度が絶対尺度ではないという気づきというところからお話を始めるんですが、私自身出身地が宮城県の石巻市というところが、出身地で、私が15歳で中学卒業するちょうど卒業式の前日に、大震災が、ありまして、そこで、自分が生活している、まあ、町だったり見上げた風景っていうものが、一瞬にして流れて全てこう瓦礫に、なってしまうっていう光景を、
見て、そこですごい衝撃を受けて、私自身の制作の、基盤というかコンセプトになっている、社会と、自然というものがベースとしていつも考えながら制作しています。で現在、このプロジェクトは山口県の宇部市で行われているんですが、地方にあるそういう町っていうものが、どんどん人口が減少して過疎化が進んでいるという現状があります。で私も滞在している町が以前はすごい人でにぎわっていた町なんですが、現在はもう、高齢化が進んでどんどんみんなが町を出ていくという場所になってます。でそういった町でよく見かける風景が、空き家だったり使われなくなってしまった施設だったりっていう場所があるんですが、そういった場所が、どんどんなんていうんですかね、自然のこう、まあ、雑草だったりそういうものがこう生えてきたり崩れてしまってたりっていうものが目立つようになってます。でそういった場所を新しいものとして美術の力を使って、新しい価値観だったりものの見方っていうものを想像力だったりっていうものを広げれる場所として場所にできるんではないのかなっていう提案を今回このプロジェクトでさせていただいています。で今回、このドローイングは、山口県宇部市で使用していた市民プールを、使った作品なんですが、まだ実製作には移れてないので、今回完成予定のドローイングという形で展示させていただきました。で一部解体が進んでるんですが、今後撤去の予定となっています。で今回は、そこのプールの、水を抜いた時の出てくる底の面ですね、足がつく底の面を、横向きにカットをしまして、それを真ん中で積み上げてプールサイドと同じ高さまでこう積み上げることで真ん中に両端を行き来できるような道を作ろうという試みです。でそういったものが、まあ物をこう、まあ、今回プールなんです、プールの両サイドをつなぐっていうところで作品を作ってるんですが、そういったもうつなぐっていう行為が自分の自然と社会をこう考え直すっていうものだったり、つないでいくっていうものを、考えられる一つのものになるんではないかなと思い、制作しました。でその、ドローイングの前に置いてあるタイルコンクリートのブロックなんですが、それは一部すでに解体が進んでしまっているプールの、タイルになります。でそのタイルは、実際にもう進んで工事 の業者の方が入っているんですが、それがどんどん剥がされて瓦礫として捨てられそうになっているところを見て、そういったものを新しい、まあ、価値というかものの見方で想像力を働かせることはできるんではないのかという提案をしまして、今回これを、瓦礫というか、まあ、捨てられるものではなく作品としてこの展示会場に持ってきてみようという、試みです。はい、以上です。ありがとうございました。はい、井上さん自身がね、東北石巻だっけ？はい、そうです。はい、で、まあ、体験されたことがベースになってるかと思います。本当今10年経ちましたけども、防潮堤などまた巨大なねものが構造物がそして盛り土で今まで自分たちがいたレベルのものが一体もうどこにあったのか分からないぐらいな盛り取りされて、それこの一番最初に言葉にあったやっぱり人間の尺度によって海岸線も変化しているんですが、それはいずれかまた本当こう今災害というのが非日常なくって災害とともに生きるっていうのを覚悟していかなくちゃいけないぐらいの時代かと思います。しかし人間はその
時に抗いながら人間尺度で、特に都市の設計とかねっていうのがあるんですけれども、まあ、そういうものに対して、まあ、芸術っていうものが、今一石を投じて、このような作品になっています。まあ、それが今宇部っていうところを今度はケーススタディとして、今宇部に結構レジデンスしてんだよね。そうです、4月から宇部で滞在をして制作してます。はい。でまあ、そこでもやはり人間尺度でいろいろ街が再編されていく中でこのような作品が生まれてきております。はい。はい、上川大臣、このような作品もありますが、何かご感想とか質問とかありましたらぜひよろしくお願いいたします。今までのその例えば壊したものを再利用するという発想というのはリサイクル、リユース、あと何でしたっけ、 3R と言われているそういう物差しというのはあるんですけれども、そこにこうアーツが入るということについて一つかませただけで非常にこう発想が広がるというふうに今感じました。リサイクルの世界で物を壊したものをどうやって再利用するかという発想だけ考えると物とのある意味では対話なんですけれども直接的にそれをどう使おうかって形になるんですが、そのアーツという部分をできるだけ膨らませていくとその新しいものを作り上げていくデザインしていくというところの部分の可能性がすごく広がるなっていう印象です。だから街というのも考えてみれば人間の社会の中で必要なファンクションを組み立てたり組み立て直したりするというそういう形で早送りをするとでも急速にこう街は変化するわけで、まさに東日本大震災の被災地の状況は私も1ヶ月の時にまだ冷蔵庫とかそういうものがまだ置かれている街を5キロ5時間にわたって回ったことを覚えてるんですけれども、あそこからもう瞬間からどんどん変化をしていく、時間もすごい速いスピードでいくわけですけれども、一つずつの営みの中に人の関わりとかそしてその今のおっしゃったように自然と社会をつないでいく新しい可能性というものを前向きに展開すればまたそこに新しい未来が広げてくるんだなということを、まあ、実感することができると思うので、なんかものの考え方で社会のこう将来も大きく変えることができる。だから決めきっちゃうとなんか復興しないといけないという方向性だけで政治なども動くんですけれども、アーツが入るといろんな可能性が期待できるということを皆さんに実感していただくことができると思うので、ぜひ壮大なアーツを街に展開していただいているということで頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、井上さんはまだ学生だよね。いや、3月に そうか卒業したの。はい、はい、で井上さんが卒業した専攻がグローバルアートプラクティスといって、結構国際的な留学生が半数以上いるっていう専攻で、本当、世界共通の社会的な大きな課題っていうものに対しての取り組みっていうものが本当、井上さんの学生時代の肥やしっていうかきっかけになってるかと思います。大臣、ぜひ今度芸大の公表会にも講師として来ていただけると大変いろんなお話が聞けてよいかと思いますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、井上さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、では最後もう一組をご紹介していきたいと思います。今展示室ここ、3と4とこう2つありまして、今までご紹介したのは展示室3なんですけども、この奥に今展示室4ってありまして、そちらの方は映像作品とか、まあ、暗室的なところで効果が出る作品が、
奥の方にあります。そちらの方にある作品をちょっと1点最後にご紹介したいと思います。はい、こちらの作品になります。プロジェクターで映像が、映し出されていて、でそしてヘッドホンで、聞けるようになっております。で手前にはちょっと小冊子が、ありまして、小冊子が今書いていただいて、はい、でそして、ここちょっとまあ暗いのでちょっと大きな文字の壁のやつはちょっと読み上げますと、先ほどは井上さんのは人間尺度のキーワードがありましたが、ここのキーワードはですね、人の悩みは人をつなぐというキーワードが出ておりまして、一体これがどういうことなのか、そして、この本のタイトルは小さな、はい、小さな悩み始めましたというタイトルの冊子があります。ではこの作品を、制作した今日3人来ております。加藤さん、宇野さん、中島さん、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ説明よろしくお願いいたします。私たちの作品、先生からご紹介いただいているものなんですけど、会場に展示しているものは今小さな悩み始めましたを続けましたという作品になっています。この作品はオンラインで開催するワークショップを通じて、まあ、制作物ができていくという作品になっています。で、もともとは東京芸術大学が主催する、まあ、福祉アートをテーマとした2週プログラムの、まあ、ドアというものの中で、課題でですね、千葉市の児童相談所へ、取材へ行ったというのが、まあ、きっかけになってます。で、その時に作った作品が先ほど日比野先生が紹介してくださった、まあ、一冊の本、小さな悩み始めましたという作品です。でこれはですね、児童相談所で相談の方にいろんな話を聞く中で、小さな悩みのうちに相談できれば大事に至らないのではないかという言葉が非常に、印象的でした。千葉県は、今のところちょっと聞こえないんですが、もう一回言ってください。小さい悩みのうちに相談できれば大事に至らないのではないかという、まあ、相談員の方の言葉が非常に印象的で、千葉県は2019年に野田市で、児童死亡事故が虐待で起きた、まあ、非常に緊張感のある県になっていて、でその中の相談員の方が、まあ、そのような言葉を言っていることが、まあ、非常にメンバーは心に、まあ、響いたということがあります。で、その本の中には、まあ、わざわざ人に話すほどでもない、誰にでもある小さな悩み と、なぜだかいつの間にかスマホの中に入っている意味のない写真を集めて、まあ、年齢順に並べて構成した本になっているんですけれど、なぜかその同じページにそういった2つが並ぶだけでですね、不思議な親近感を帯びてきて、見る人にとって何か人事ではないようなことのように、まあ、思える本になっています。でワークショップは、それを、まあ、オンラインで行っていくんですけど、まあ、小さな悩みと、意味のない写真を、まあ、シェアするという、まあ、ただそれだけの体験から、まあ、時間を共にすると、それによって生まれてくる作品です。で私たちはその人間にとっては悩みっていうのはすごく普遍的な存在で、まあ、だからこそなんかこう共通言語になりうる可能性を秘めているんじゃないかなと捉えていて、でこれを、まあ捨ててしまうのではなくて豊かな資源と考えると、オンライン上でつながる、まあ、参加者同士の、まあ、共感へと、まあ、こう再利用するサスティナブルなワークショップができるのではないかなと考えて、こういった作品を作っています。
で誰もがその安全安心に、まあ、フランクに話せる場を作ることで、まあ、そのワークショップの間だけでも誰もが生きやすい、まあ、世の中の空気っていうのを、まあ、感じられることができるかなと思います。で今ちょうど流れている映像がですね、そのワークショップで集まった小さな悩みと、まあ、スマホの中の意味のない写真を、まあ、こうスライドムービーという形で映画のようにこう流している、あの偶然できた映像作品 で集めた日々の日常の中で聞こえてくる、まあ、音の素材も重ね合わせた作品になってます。でこれはあのスライドが終わりますと最後にこうエンドロールが流れてくるんですけれど、そこは登場人物の名前ではなくてそれぞれの悩みがまた、登場人物のようにエンドロールとしてこう流れていくという作品に、まあ、なっています。もう少しで終わりますかね。で、まあ、私はですね、まあ、ママと呼んでいた母親を、まあ、何と呼ぶべきかわからないっていう小さい悩みを、今も持っていてですね、何でしょうね、40歳になるんですけど、まあ、そんな小さな悩みを、まあ、抱えてるなとこのワークショップや作品作りを通して改めてこう分かったんですけど、ぜひ、まあ、上川大臣の小さな悩みも、もしよろしければ教えていただきたいなと思います。はい、以上です。はい、今左側のところにメッセージがありますよね。はいはい、あれがそれぞれのある方の悩みですか？あ、そうです、小さい悩みですね。小さな悩み、はい、その内容がちょっと見えないんですが、はい、たくさんの悩みの文字があるわけですね、文章が。あ、はい、あります。スマホの中の、アトランダムな写真とマッチングさせて、はい、しかしそこに共感が生まれるという、はい、新しいその何かが生まれていくということについての一つの何て言うんですか、こう可能性を実際にそれを実践してるって感じですよね。はい、そうですね。はい、私今写真を見るとですね、自分の経験の中で無意識に刷り込まれている自分では気がつかない、ことがこう写真の中で見ると反応するっていう感じがするんですね。はいはいはい、目的的に見てる写真ではなくて今の左の悩みとのマッチングってことなんですけど、写真っていうか風景は無意識に入ってるんですけれども、その時に意識して取り込んでないようでいて、うんうん、そこにその染み込んでいる情景というものがあるんじゃないかと思うんです。はいはい、そうすると左の文章との間でまた右の写真が出てくると、自分の中のその無意識のうちに取り込まれていたであろう情報というか映像というか情景というものがよみがえってくるというか、ちょっと湧き起こる、はい、そうすると心が動いてる感じがするんですね。そうするとなんとなくそれが近く感じる悩みとの間も近く感じるということなんじゃないかなって今ふっと思ったんですけど、はい、ちょっと年を取ってくるとですね、涙もろくなるんですね。若いの時と比べると、これ涙もろくなるっていうのはすごくこう強い自分よりも少しこう昔のことを思い出す的なその心の中のこうひだの部分がちょっとしたことでもこう共感していくっていうような感じがします。だからおそらくどなたも、まあ私はたまたまそういうふうに表現しましたけど、いろんな経験をした方がいらっしゃると同じものを見せるものなんですけれども、その方の心の動きっていうのは全部違う。そこがすごく面白いと思うんです。それで今こう児童虐待のお話が初めにありましたけれども、この野田市の児童虐待の案件は児童相談所の中でも本当に大きな出来事でした。で今歴史のところも、まあ、少年院に入ったりするお子さんもいらっしゃるし、
刑務所に入られている方もいらっしゃるんですけれども、こういうその一つの意味を言葉で表現していくようなタイプ の、 訴えかけられ方ではなくて、こういう形のこう触れるということをしていただくと、その方が潜在的に持っているものを揺さぶる力があるんじゃないかとすると、ここからご自分の立ち直りとか自分自身の再発見とか、また生きる力を呼び覚していく何かきっかけになるんじゃないかなということを感じましたので、こういうタイプのワークショップを少年院の中で少し、挑戦してみるというつなぎも、法務省の中でやっていただけると、アーツがその一人一人の心を、立て直していくというか立ち直っていく、しかもそれを誰かから言葉で伝えられるんじゃなく、心の健全な部分というか、その部分が共感の中で自分の力で立ち直っていくことにつながるんじゃないかなって今すごく思いましたので、ぜひなんか新しいコラボレーションができたらいいなというふうに思いました。ありがとうございます。すっか感激しました今の話を聞いて、ちょっとメンバーも結構びっくりしてるんじゃないかなと思います。本当に長期目標になる大きな目標も、本当に日々の小さなところが解決しないとやっぱそこに立ち向かえないと思うので、本当にその日々の中でちょっとしたストレスになっていることや悩みっていうものが普通に話せるっていうことが非常に大事なんではないかなというのを、このワークショップや作品作りを通して感じました。もう例えば若い方が思っている悩みも、80代の方が思っている悩みもこう同じように並べると、それぞれに学びや気づきがあって、そこに間に共感が生まれて思いやりが生まれたりとかってしていくんだろうなという、まあ非常に小さな作品なんですけれど、何か大きな動きにつなげたらいいなと思っております。ありがとうございます。はい、加藤さんありがとうございました。大臣もはい、ありがとうございました。ぜひ加藤さん大臣からね、ちょっとやってくれないかというお誘いもありました。ぜひ今日3人ね来てて、この3人はですね、ちょっと私から説明させていただきますと、芸大が5年前から始めたダイバーシティ・オン・ザ・アーツ・プログラム・プロジェクトというものがありまして、社会人も履修できる、プログラムになってます。芸術×福祉というキーワードになっていますが、福祉というキーワードを、もっと広げてですね、多様性のある人たちとの、共存という部分で、その4期生が今この3名になります。今年の春終了というか終えたのかな。でその4期生がこの小さな悩み始めましたという冊子を作っております。なので3人がそれぞれ仕事を持っている、それぞれのコミュニティを持っていて、でそして東京芸大という場で知り合って、芸術というスキルを使ってこの本ができてきたということになっておりますので、ドア4期生の3人、ぜひちょっと、次打ち合わせは法務省でしていただいてですねぜひ今日は大臣以外にも現場というかいろんな方々も聞いていていただいているので、ぜひ本当このまた年齢別にずっとあるっていうのが本当こうすごくストーリー性を想像できるところもありますし、本当これを読む人がなんか本当なんだろうな、僕だけじゃないんだなとか、いろんなことが想像できて、はい、素敵な本だと思います。ぜひ、今度はお送りいたしますので、ぜひお手元に取ってみていただければと思います。ありがとうございます。はい、はい、ということで今日 SDGs の展覧会4組のアーティストを紹介させていただきました。本当、オンラインで
したけども、大臣お忙しいところ今日はのお時間いただきましてありがとうございました。ありがとうございました、はい、またお会いできればと思います。はい、今日は本当にありがとうございました。大変今日は豊かな気持ちにさせていただきました。皆さんもぜひご活躍してください。お会いすることを楽しみにしております。失礼します。はい、はい、どうもありがとうございました。じゃあこれで失礼します。先生、日比野先生、今日は法務省とアーツに対しても大変なご協力をいただいてありがとうございます。はい、長い間東京芸術大学 の、 皆さんとこの活動を続けていただくことができるということは法務省にとりまして大変嬉しいことであります。ますますこのコラボが進展できるように私も今日 の、 4つのプレゼンテーションを聞かせていただいてすごくアーツの可能性を実感できましたので、ぜひ推進してまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。引き続きこれからもよろしくお願いします。